高須停留場は、高知県高知市、高須本町にある土佐電交通5面線の路面電車停留場。高須停留場は1910年、5面線の崩島橋に沈め停留場からかご、停留場までの区間が開通したのに合わせて開業した。1942年に停留場は一度休止されたが、10年後に復活している。ホームは2面あり、 東西方向に伸びる2本の線路を挟んで、向かい合わせに置かれている。線路の北側に、五面町方面域のホーム、南に、針間や橋方面域のホームがある。高須バス停留所があり、以下の路線が乗り入れる。ABCDE 土佐電鉄の電車と街を愛する、会、土佐電鉄が走る街混雑、JTB パブリッシング、JTB キャンブックス、2006年。 百点一五六から百五十八ページ。i s b n 四から五三三ゼロ六四一一六、ABC 今尾啓介、日本鉄道旅行地図帳十一中国四国、新庁舎、二千九年、六十ページ。i s b n 九百七十八から四から十から七十九万二十九から六、上野広と、都佐伝交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、 設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 AB 川島慶造。四国、九州ライン全線、全駅、全配線第二関四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年、37.91ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。ありがとうございます。